こんにちは。2月23日月曜日 FX ウィーク、今週の為替市場の見通しです。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りします。この時間は先週1週間の相場を振り返るとともに、今週予定されている経済指標やイベントなどを踏まえ、1週間の為替市場の値動きを予想します。まずは先週の相場を振り返ります。先週の為替市場はおおむねドルが指向される展開で、ドル円は94円50銭近くまで上昇し、1月6日に記録した年初来のドル最高値94円62銭に一時接近しましたが、その後は失速。高値から1円以上下落した93円台へと押し戻されて週を超えました。材料的に見た場合、発表されるアメリカの経済指標は総じて弱いものが多く、本来であればドル売り要因でしたが、注目されていたアメリカ自動車大手 GM とクライスラーの経営再建計画が発表されたことで、悪材料が出尽くしたとの見方が台頭し、逆にドルが買われました。しかし20日にアメリカのドット上院議員が銀行国有化の可能性はあると述べたことを受け、週末にかけては一転してドル売りが膨らんでいます。一方、週の初めの16日に発表された日本の第4四半期 GDP 国内総生産が年率換算でマイナス 12.7% と、第一次石油ショック以来およそ35年ぶりの急激な落ち込みを記録したことや、 G7 主要7カ国財務省中央銀行総裁会議での一件から中川金融大臣が辞任するなど、政局の不安定さなどが引き金となり、総じてクロス円は上昇しています。続きまして、今週の為替相場の見通しです。今週の金融マーケットで注目される要因やイベントは大きく分けて3つあります。まずは先週からの懸案事項であるアメリカの自動車大手 GM とクライスラーをめぐる動きです。先週発表された再建計画の中で、 GM は最大300億ドル、クライスラーは50億ドルの資金援助を求めています。こうした再建計画を受け、アメリカ政府は提出された計画案を交差するための作業部会を設け、計画書の内容分析に入っていますので、アメリカ政府もしくは作業部会がどのような対応をするのか、今後も目が離せません。次に注目されるものは、アメリカで実施される一連の政治イベントなどでしょう。いくつか例を挙げますと、 FRB のバーナンキ議長が24日と25日に議会で証言する予定が入っているほか、24日にはオバマ大統領の演説とワシントンでの日米首脳会談、そして26日には2010年度のアメリカ予算案の概要が発表される見込みとなっています。そして最後は需給的な要因です。3月期末に向けた日本勢のリパトリエーション、いわゆる海外資産を売却し自国に資金を戻すことにも要注意ですが、今週は合わせて940億ドルにも達する2年債などアメリカ国債の大量入札が予定されていますので、それらの行方が気になります。入札が順調に消化されるのかどうか、それによりアメリカ国債の利回りに大きな影響が生じそうで、当面の相場動向を左右する要因になりかねないかもしれません。以上、 FX ウィーク、今週の為替市場の見通しをお送りしました。